紀元ヤモリは非常に古く、化石記録によればヤモリの祖先は約1億年前の白亜紀に遡ります。この時期には現在のヤモリのような小型の爬虫類が存在していたことが分かっています。初期のヤモリは小型で木登りに適した体型をしており、樹上生活をしていたと考えられています。ヤモリは熱帯および亜熱帯の地域に広く分布しています。現在では世界中で1500種以上のヤモリが確認されています。ヤモリの体型は小型から中型まで多様で、一般的には全長が3から20センチほどです。体は細長く、皮膚は柔らかく鱗で覆われています。ヤモリの足は特に進化しており、指先にはラメラと呼ばれる微小な鱗片が多数あります。これにより垂直な壁やガラス面を容易に登ることができます。足の粘着パッドは静電気力とファンデルワールス力を利用して表面に付着します。粘着パッドは摩耗やダメージを受けると再生する能力があります。これにより彼らは常にしっかりとしたグリップを保つことができます。ヤモリの目は大きく、視覚が非常に発達しています。瞳孔は縦長で、明るさに応じて大きさを変えることができます。瞬膜と呼ばれる透明なまぶたを持ち、目を保護しながらも視界を確保することができます。また目は独立して動くことができ、異なる方向を同時に見ることができます。ヤモリの皮膚は柔らかく、様々な色や模様を持ちます。多くの種は背景に合わせて体色を変えることができ、これにより捕食者から身を守るカモフラージュ効果を得ています。また皮膚には粘液を分泌する線があり、これが皮膚の保護や滑りやすさを助けます。ヤモリは尾を切り離す能力を持っており、捕食者から逃れるための防御手段として使用します。ジキリした尾は再生することができますが、再生した尾は元の尾とは異なる形状や色になることが多いです。ヤモリは他のトカゲとは異なり、鳴き声を発することができます。特に繁殖期にはオスがメスに対して求愛の鳴き声を発します。また危険を感じた時にも鳴き声を発することがあります。ヤモリの口の中には非常に奇妙な構造を持つ種類もあります。例えば一部の種は舌が非常に長く、体長の何倍もの距離を伸ばすことができます。ヤモリは主に昆虫食で、クモなどの小型の無脊椎動物を捕食します。獲物を捕らえる際には速い動きと優れた反射神経を活用します。一部の種は果実や花の蜜も摂取します。ヤモリの繁殖は一般的に卵生で、メスは硬い殻に包まれた卵を産みます。卵は湿気の多い安全な場所に産みつけられ、数週間から数ヶ月で孵化します。孵化した幼体は親の保護を受けずに独立して成長します。ヤモリは非常に軽快な動きをするため、ほとんど足音を立てません。ヤモリは時には逆さまに壁や天井にくっついて眠ることがあります。この姿勢は彼らの環境での安全を確保するための戦略の一部です。一部のヤモリは群れで行動することがあります。特に繁殖期にはオスが競い合いながらメスにアピールする姿が見られます。ヤモリは環境に合わせて体色を変えることができ、カモフラージュ能力に優れています。これにより捕食者から身を守ることができます。ヤモリには非常にカラフルな種類も存在し、赤や青、緑などの鮮やかな色彩を持つ個体がいます。これらの色は繁殖期や縄張り争いなどでのアピールやカモフラージュに役立っています。ヤモリは成長すると皮膚を脱ぎ捨てることで成長を続けます。この脱皮の際には古い皮膚を噛み砕いて食べることもあります。ヤモリの中には比較的長寿な種類も存在し、10年以上生きることも珍しくありません。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録お願いします。